愛媛県内の高齢者の割合は今年4月1日時点で 33.8% となり、過去最高を更新したことが県の調査で分かりました。愛媛県によりますと、県内の65歳以上の高齢者は今年4月1日時点で44万898人となり、前の年より708人減りました。一方、県民に占める高齢者の割合は 33.8% と 0.35 ポイント上がり、過去最高を更新しました。自治体別では久万高原町が 50.2% と最も高齢化率が高く、次いで伊方町が 49.85%、 上島町が 47.75% と続いています。100歳以上の長寿の人は去年9月1日時点で1506人でした。また都道府県別の高齢化率は去年10月1日時点で愛媛県は 34.2% と全国12位になっています。